さあ始まりました、ポチドラ。どうも大竹遥でございます。今日見ての通りカラフルなユニフォームが揃っております。端からじゃあご紹介。はい、阪神タイガースファンのトラ久川です。お願いいたします。はい、ベイスターズファンの浜前川です。よろしくお願いします。まあこの2人はね、いつもおなじみ、ポジドラでおなじみの、はいはい、メンバーでございますけど、またこの2人がなってるかもしれません、ね。コラボしてくれる人募集中ですけど、はい、はい、じゃあ巨人ファンの、はい、巨人ファンの、宝の地図、ひること申します。お願いします。初登場ですか？いや、ひるこ君は1回、いやいや順位予想してました。調べてるね野球券で持ってます。もしかしてお前、俺の登録者780人のうちの1人。はい1人。ありがてえけどさ、一番見てます。ありがとうございます。何回かじゃ出てるわけ、はい、1回出てて野球検定よね。そうプロ野球知識検定の4級っていうのをね、ここでパッて見せましたけど、まあ、4級はあんまり大したことないんじゃないかっていう説も、はい、いやいや、すごいですよ。あと松井秀喜の漫才やってました。調べてるねありがとうございます。好きやからね、はい、やりました一回。じゃあなんか問題なんか今パッと出せたりするの？逆に問題ですか、うん、4級はこんなもんやぞみたいな。ああ、なるほどね。ちょっとマジでそれちょっと忘れ物しましたわ。忘れ物それをそのなんか振られるかなと思って、うん、問題集みたいなの持ってこようと思ったんですけど、うん、忘れちゃったんでちょっと各自調べてください。存在意義ないよね。あるやろそれは。そうですね、すいません、はい、まあ、ということで、はい、今日は、まあ4球団ファンがいます、はい、で、まあ、ポジドラドラゴンズファンに向けた YouTube チャンネルなんで、はい、今回はですねこの2024年シーズンを振り返って、はい、ドラゴンズのここ良かったよね、逆にここ悪かったよね。ドラゴンズなんですか？ドラゴンズです。あれ日本シリーズの話で？あ、それはないです。あ、ないや、ね、出てないですから。自分のチャンネルでやれば。ドラゴンズファンに向けてここ良かったよね、うん、こういうとこ悪いよねっていうのを他球団ファンから見た、ね、目線が欲しいので、うん、ドラゴンズファン的にはやっぱりね得点力がとかやっぱみんな共通で思ってることあるんですけど、はいはい、違う目線からこう聞いてみてなということで、はいはいはい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ誰から言ってくれますか？ねえの？ある？じゃあ巨人は、はい、悪かったところから良かったところからですか？まあどっちでもいいんですけど基本的にはやっぱ良かったところが聞きてんじゃないですか。そうですよね、まあね、ポジドラやからね。そんなアメリカンジョークの入りみたいなさ、良かったところと悪かったところどっちが聞きたいみたいな。まあまあどっちからでも大丈夫です。良かったところですね、うん、もう、まあ、多分あげちゃうかもしれないですけど、取られちゃうかもしれないですけど、まあ、高橋宏とね、あーまあまあね、期待通り、うんうんうん、期待してた通りの活躍してくれるってエースが、うんうん、これはもうあれじゃないですか、もう何ですか、強いチームのあるべき姿、まあね、うん、だしエースが毎年ちゃんと活躍してくれるっていうね。自然にエースっていう言い方してますけど、はい、もうなんかいつの間にかエースになってたっていう感じ。俺からしたら今年からこうエースって言われる。何年目高橋宏？3年目とかだよねまだね。まだじゃあ次4年目とか。まね、あ違う、宏と選手の同級生が入ってくるから次、うん、大卒のやつが。だから今4年目。金丸投手がそう。そうそうそう。次5年目かな。だって WBC 優勝した時なんか、うん、お酒かけたらダメみたいな。そうそう。札を上げてたもんね。そっか、あの時19。いや、あの時ね、20歳だったんだけど、その州の法律が、小さ、そんなに、ね、ギリギリのせめぎ合いじゃないんだけど、州の法律が21歳からしかダメだよ、ね、みたいな。そっか、そうだそうだ。ただ全然まだまだ若いってことやね。まだまだ若いですよ。でも今年からね、なんかエースの、エース格の、うん、活躍してくれた。素晴らしいっすよね。何年も続けて若いのに。そうね、高橋宏と、はい。だから、あの時甲子園がコロナ禍でなかった年なんだよね。ああ、中止になった世代ね。そうそう、だからあの時に甲子園あったら多分取れてない、うん、競合してると思う。確かにヒロと確か一本釣りだった、人気が出すぎてとか活躍するからってことね。 そう、それはまあコロナ禍の人に申し訳ないけど、うん、まあ、ラッキーの一つの一つかなっていう、はいはい、具体的にどういうとこがいい、何がいいとかある、ヒロと高橋ヒロとですか、はい、いやまあ球が速いじゃん。誰でも言えそうな感想やけど。でもいややっぱわかん、何なんですかね、何がそんなにいいんですか、逆にわかんないです。中日ファンからしたら。あれ回転ですか？なんであんな回転
で、だって球種ってストレートとフォークでしょ、うん、まあまあね、うん、まあメインはね、逆にファなんか素人からしたら僕野球経験ないんで、なんであんな打てへんのよなって、あストレートにタイミング張ってたらいいんじゃないみたいな、アホみたいに思っちゃうんですけど、でもなんかフォークの2種類のフォーク使ってますとかあると思うけど、上原個人的にはなんかね、この何今ああいうフォーム流行ってるよね、なんかショーターンみたいな、そうそうそう、野手っぽい投げ方だね、そうそう、ああいうのはいいんじゃないかなって個人的には思ってるんだけど、この30枚でどこに一番勝ってるとかあるの、いやどうだろう、結構タイガースそんなに苦手意識なかった気がするな、そうだよ、ね、タイガースここの2チームはベイスターズはやるときはもうヒロトが勝ってくんなきゃ3連敗だなっていう感じはあったからあなるほど、じゃあヒロトがまあいいんだと、はい、結局そこがやっぱいてくれることのやっぱ強いって、まあね、ヒロトがいるおかげで6連敗はないなと思えるからね、そうなんですよ、そうなんですよ、いや連敗、いや、まあ、やっぱ連敗しないってまあまあでかいでかい、優勝するチーム大体連敗しないじゃないですか、うそうね、まあ、ねそこがでかいと思います。まあ、最下位ですけども。最下位です。先輩はしてるんですけど。これだけ、今のだけ聞いたら優勝したって感じやけど。連敗はしてるんです。気持ちよくさせてよ。先輩はいっぱいしてるんですけどね。じゃあ、悪かった点があれば、もしあればですけど。いや、もう、早い食い気味でしたけど。もうシーズン始まる前から決まってたというか、うあの中島と中田翔を、うん、取ったのが、うん、ほんまになんでっていう。ああの確かにね、絶対その補強下手じゃないっていう。あの一つだけ言いたいんだけど、はい、あの半笑いで言うのだけ。ちょっと巨人ファンのおごりみたいなのが出ちゃってる。やっぱセントラルリーグチャンピオンだから。まあまあね。出ちゃうよ。それ巨人ファンからしたらより、うん、ほんまに思いました。なんで。その同じポジションの人を2人、しかもその年齢もどっちも結構ベテラン、うん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 、で右打ち両方、うんうんうん、でビシエドいてる、まあいて、はいはいはい、なんでそこの2つ取ったのって、まあね、その時点でもう補強がうまいこと言ってない、うんうんうん、確かになんかしかもそれで補強が終わった感ありますよね、なんかどうなってからさ、そうですね、この2人取ったよもういいでしょみたいな、まあ確かに、ハイプレーボールってなんか山川も突っ込めばよかったのにとかいろいろ思ってた、まあ、ポジション被るけど、まあ、行くだけね、やったらもうその2人分のお金ともうビシエド放出しても山川取るとかやったらまだなんか意味なんかなんて意図わかるじゃないですか、ホームランとにかく欲しいんだとかね、うん、そうなんか内部とかなんかいろいろ理由あるかもしれないですけど、その中田翔と中島同時に取ってで中島一軍で全然使うわけでもないし、うんうん、まあベンチ、はい、デッドボールだけじゃないですか、何回か当たってたね、そのデッドボール当たって打点1っていう、うんうんうん、でその本当にそこは補強下手すぎませんかっていう、まあ結果だけ見るとなかなかやっぱ思ったような、でも結構盛り上がってたよねドラゴンズファン、そうそうそう、やっぱホームラン打てる選手が来たっていうのと、うん、やっぱスター選手だからねどっちも、でまあ中地選手は、はい、まあ、ベテランがこう、うん、ベンチでいてくれたらこうピリッと閉まるみたいなことは期待はしてたんだけども、あそのまあそうなんですけど、そのなどうなんですか、中島選手のキャラ的に、うんうん、こうなんかそういうキャラなんかなとも思いますし、ね、その引っ張るキャラなんか、はい、なんか割とちょっとやんちゃ、まあね、系なイメージなん で、うん、でなんか中日の生え抜きのベテランとかの方がそうやったらまだ、うん、まあ、いないですけど、まあそうなんだよね、今は、うんうん、なそれを中島に求めるのもとか思いますし、ね、なんせやっぱ補強間違えてないかっていう、そのチームのその編成にだから言いたいです、僕は。なるほど、その時点でちょっと違うんじゃないですか、長くね、悪かったけど確かに長かったよ、まだまだありますよ、まだあるの、大丈夫、まだありますよ、あのまあほんまじゃあ短く目に、うん、木下拓哉もうちょっと打ってほしかったな、あまあね、あ木下拓哉選手はなかなか今年は打てなかったなっていうね、はい、まあもう、はい、はいはい、FA の年なのにっていうね、そこはありましたけどね、はい、うんうん、もうキャッチャーでやっぱ軸になる選手に出てきたと思ったらちょっと、うんうん、だからもうちょっと打ってほしかったな、今年は誰が出てたの、はい、キャッチャー、いやほとんど木下拓哉選手と宇佐美選手がまあ半々、はい、であとまあ加藤拓磨選手がちょっと出てみたいな、やっぱり打撃はやっぱ宇佐美選手の方が見てて期待感はあったかもしれない、うん、確かに、うん、よく打つイメージあるね、うんうん、なるほど、ということが、まあ、巨人ファンのひるこくんから見た、はい、いいとこ悪いとこ、はい、巨人から2選手なんでやっぱね、あ、まあ、あ、うん、あ、まあ、はい、そうですね、ということで、次じゃあ、はい、僕ですか、あ、じゃあいいですか、はい、ドラゴンズは、うん、まず僕、順位予想の段階で3位にしてたんです、うんうん、ありがたいですよ本当に、うん、がっかりですよがっかりやな、が
確かに。いや、それはね、みんな思ってる。本当に、はいね、私が誰よりも期待したんですから、本当に。あるんちゃうかってね、はい。ドラゴンズファンにとって今一番楽しい時期は今だからね。いやそれじゃダメなの。そうじゃダメなの。来年こそ、カーネマル、カーネマル。去年の今頃は、中田、中田。20年前の阪神と一緒だよ。あるある、それ時期ある。野村さん時の。あるあるある。はいはいはい、まあでもその中で、うん、まあ、ベイスターズって相性がすごい良かったじゃないですか。まあ今年もそうね、今年もそうだし、ね、うん、でも序盤3連敗したのかな、なんかそう僕大竹さんにチケットを譲りした時があって、うんうんうん、あの時も負けて、でその時見た時に田中美希也選手、うん、僕はもうずっと言ってるんですけど、田中美希也選手、ね、この選手がいい選手だっつってドラフトで取れって言ってたもんね。いや、そうですそうです、もうぜひ取ってほしいって思ったんですけど、うん、まあ今日今年出てきて、うん、すごいやっぱりいいなって思って動きとか見て、うんうんうん、あの辺は良かったんです。であの辺中田選手もいたじゃないですか、うんうん、で中田選手もなんかチームバッティングみたいなしててすごい良かったんですけど、うんうん、そっからいなくなってからがもうなんかビシエド選手も上げてこないしみたいな感じで、うん、あと個人的にいいなって思ったのは松木平選手です。ああ、はい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 、はい、あの選手のもうエピソード聞いたら、エピソードおばあちゃん系の、はい、もう泣いちゃいまして、うん、ハマスター登板ですよ。これどうしようかと思ったらベイサーズ打っちゃいました打っちゃったんだね。打ったんだよ、打ったんだよね、ハマスターでね、うんうん、でもあのピッチャーも来年もいいんじゃないかなっていう、そう、期待のピッチャー、投げてくれないと困るピッチャーではありますよね、うんうん、ファンも増えそうだし、はい、特に女性からのファンがね、増えそうだ。いや、もう かっこいいです、ね、うん、もう、はい、すぐ泣くしね。ああ、すぐ泣いちゃう。最後の試合も泣いてました。あ、ベイサーズあれ最後の試合もベイスターズでした。そう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 、そうだよ、そうだそうだそうだ、ベイスターズ戦で泣いてた。ベンチで泣いてました。そうね、打っちゃったから。打っちゃいました。また打っちゃったかよ、おい。すぐ打つやん。打つなよ。すぐ打つやん。かわいそう。かわいそう。で、あと良かった点は、京田選手が、うん、あの、チェン戦よく打ってたなっていうので。いやいや、マジでね。君のいいとこやろ。さよなら打ってた時あったよな、ね、ちょっとさぁって思ったよ。まあでも、まあ、活躍は嬉しいけどもさ。いや、そうですね。ちょっとなぁ、あの時は複雑だったよね。まあでもなんか、あとドラフト法もね、さっき金丸投手の名前とか上がってましたけど、かなり盛り上がって、うん、で、まあこっから井上監督になって、うん、なんか落合さんを戻したっていうのがすごい良かったのかなっていう。ああ、落合監督にするんですよね。はいはいはい。そう。だからあの辺はすごい、今後も期待できるんじゃないかなと思いますけどね。ああ、ありがとうございます。良かった点が、はい、じゃあ、まあ、田中美希也選手、中田選手。はい、で、松木谷選手、はい、で、落合英二を残した、はい、これ3個中2個、はい、今年良かったことにならないような気がするんですが、落合英二来年だし、要は1個です松木谷選手に関してはエピソードが良かったからでしょ。いやいや、でもピッチングも良かった。はい、良かった、はい、じゃあまあその辺が良かったところだ。はい、はい、じゃあ悪かったところがもしあれば、あ、どれから言おうかな。もういい加減にしろよ。いい加減にしろよ。もしじゃないですよ。あるから最下位なんですよ。悪かった点は、厳しいな。まあそのビシエド選手をもっとやっぱり使ってほしかったな、うん、あれは何だったのかっていう、はいはい、うん、いうのと、ちょっとファンが叩きすぎじゃないと思いました。だそれはね、僕もね、あのポジドラでね、あの警鐘を鳴らしています。ああ、やそうだ、はい、そういう活動してます。活動してまだ広まってないですよ。そうそうそう、私はまだ広まってないけど、なんか言い過ぎじゃないっていう、まだペナント始まってすぐにもうなんか立浪やめろみたいな言ってる。確かにそれはよく見たね、立浪やめろ。よく見た。ファンやめた方がいいんじゃないって俺は思っちゃう。 ありがたい、そこまで強く言ってくれるのはありがたい、はい、俺はね、あの視聴者に媚びてるからなかなかそういうこと言えないよ。悩みしてね、だって立浪監督は最後クライマックスシリーズベイスターズ頑張ってくださいって言ってくれた監督なんだ。そこかい。それ言わんかったらいいや、でもなんかその辞めるってなった時に高橋宏斗投手とか細川選手がなんか感謝の弁じゃないけど言ってたじゃないですか、うんうんうん、立浪監督だから使ってくれたとか、うんうん、間違いなくこの監督だったからなんか僕使われたみたいなことを言ってたんで、なんかそういうことを見ると、まあ、選手からの信頼はあったのかなという。だからファンが過剰、うん、一部のファンだと思うんですけど叩きすぎだなっていう。あ、はい、もっとチームを愛してもらわないと、ま、そうですね、まあ、一丸となってですよね、ファンとね、はい、まあ、功績はあったわけだしね、その細川選手やら福永選手やら、はい、出したみたいな、そうですよ、もうベイスターズさんがもっと
と暗黒期って言われてて長かったんですから本当によくあるよ、この暗黒期を話す会あったからね。それやりてえなあったけどね、うん、だもっとチーム愛してほしいなっていう。立浪さんの場合はもともとのキャラクターがねちょっと悪かったよね。だから怖いみたいな感じ入ってきちゃうから、ね、ちょっとかわいそうではあったけどね、うん、俺なんかヤクルト戦かなんか神宮で見に行った時に立浪やめろーっていう声がして後ろから、うん、ゲームあった後、うん、でどんな人が見てんのか見たいじゃん普段ネットでしか分からない、うんうん、振り返ったらさ普通にメガネのおばちゃんで俺ちょっとびっくりしちゃって、こんな優しそうなおとなしそうなおばちゃんが立浪やめろーっつってんだよ俺ちょっと、立つのをやめろとか言ってたわけじゃなくてギリ違ったと思うよ立浪やめろって言ってたからもうゲーム終わった時だからもう立たなきゃいけない時だったからそうかそうかちょっとね、やっぱ、うん、あそういうのを言ってくれるのはありがたいですね。いや、そう、確かに、ありがとうございます。まあね、はい、来年また監督変わるからね。そう、井上監督ね、うんうん、またそれもね、ポジドラ僕は動画出したいと思いますけどね。なるほど。じゃあ、阪神ファンのなるほど良かったとこは、もう全部言われたな全部言われたほんまそんないや、でもねこれもう、いい意味でも悪い意味で一個ああ、一個、はいあんねんけど、はい、ドラゴンズって、もう夜の7時半で大体結果分かるよね。いや、まあ。なんか、7時半の時点で勝ってたら勝つし、負けてたら負けるっていうイメージがある。だから、いい意味で言うと、抑えのリリーフ陣が多分しっかりしてるの、うん。だから、こう、逆転されないというか、7回になると、松山選手。ああ、そうね。清水、松山、ライデル・マルティネス。おるから、こう、盤石やから、7時半で勝ってれば、勝つし、まあまあまあマジでそうだね。だいい勝ちパターンに持ってこれると絶対勝てるイメージはあった、うんうんうん、けど7時半で負けてたら何回までとかじゃない何回までに勝ってるマジがある時間なんだ7時半で負けてたらなんかもうひっくり返すことがないというか打撃陣がねそう大体まあそれだけ打ってないっていう、うん、中日ファンの人ごめんなさいね俺もねあの3点取られたらもう今日ダメだと思ってた3点でもうダメだと思うんだよ、うん逆にもう7回までに勝ってたほぼ勝ってたんじゃないか、うんうん、そうねあの勝ちゲームが何個あったか忘れたけど、うん、でも借金が10いくつだとしたら60ぐらいは勝ってんのかなあーやっぱそうでそのうちのライデル・マルティネスセーブがね40いくつあるのよすごいねすごいそのなんていうんですか点差が少ない人にめっちゃそうそうそう接戦を勝ってきてるとそう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 松山選手もホールド中継ぎ、ね、最優秀取ってるし最多取ってるからだから後ろはやっぱしっかりねそうねしてるってことだから打撃陣じゃないだからそういう意味でだ悪い意味で言うと7時半からもっと打たないとだから時間がないよ夜7時半から気合いして何回り目とかじゃない何回そうだから、ね、そういう意味で代打とかもそんなになんかいないイメージだね、まあ、代打の切り札とかさっきの話で言うとそこで中地選手がとかはあったんだけど、うん、とかなんかダイソーのスペシャリストとか、うん、なんかそういう選手があんまりいないイメージあいつが控えてるぞはないですよねこの監督、ね、ってなんかいそうなんか代打ってなったらもう筒香選手がいたり原口くんの場合みたいなあるけどなんか代打やったら増田選手と か, なんかドラゴンズはあんまりそういうイメージがないかなまあねそこに残れるようなこう選手がそもそもずっといなかったかなっていう感じだねなんかそういうイメージがあるからあんま良くないのかなってだから7時半が目立つ、うん、次の日朝早い人は助かる、ね、7時半でもう試合が決まるから早すぎんだろだとしてももう職人か漁師でしょ今度ちょっと風で7時半からこう逆転したかとかちょっと調べておいてあまあねでもほぼないとはもう確かに記憶にないそうそうそうなんかそういうイメージあるだからいい意味でも悪い意味でもはもう逆転はしないけど守りきるしだとしても7時半は早いよねまだ5回だよ4回だよそうまあでも本当その通りではありますけどねただ個人的には大島選手が僕好きやからあちょっともうちょっと使ってあげてもまあ確かに、ね、いいのかなっていうだ大島選手がこう代打とかでこう、うん、チャンス作ってくれるともうちょっと、うん、まあまあ盛り上がったりするしかなうん、うんうん、ということで、うん、3球団の、ファンの方々から、はい耳が痛くなるような意見を結構言ってたポジティブなこと言いましたからねありがとうございますちゃんと、ぜひ、中日ファンの皆様は周りのファンがこう思ってるんだっていうことをこう思いながらこうゲーム見たらちょっと楽しくなるんじゃないでしょうか確かにねということで、今回はここまでとどんな終わり方だったっけこんな焦点みたいな今週はここまでじゃないんだけどね、以上、ポジティブドラゴンズでございましたナイスゲーム